はい、こちらは学習院内にあります乃木館です。乃木丸助第10代学習院院長が寝泊まりをされていたところです。寄宿舎で楽しきことを数えれば月見音読朝飯の味という歌も残されています。現在はなんか部活動かなんかで使われているみたいで、この日は中に明かりがついてましたね。乃木先生がお亡くなりになった後にこちらの場所に移設されたので、もともとはちょっとまた別の学習院内の別な場所にあったんですけれども、乃木先生の面影を感じることができるとっても貴重な場所になってます。はい、ちょっと一周してみましょう。周りは目白の森に囲まれています。この先をちょっと行くと、あのサラブレッドさん、お馬さんたちがいますね。馬術部のね、練習場があったりして、で正面に見えてきましたのがもう一つの動画で紹介しています榊団というところですね。赤坂の乃木神社、あちらは乃木先生の、お宅なんですけれども、こちらの方に学習院院長時代はお住まいになられて、昭和天皇の教育にも当たられていたということです。とっても質素倹約を旨とした生活をされていたっていうのがわかると思います。はい、一周してきました。こんな感じです。あんまりね、学習院来て乃木館に行こうっていう方はそんなにいらっしゃらないんですけれども、とってもね、歴史的な場所で貴重な場所なんです。はい、学習院の方がちゃんとこう詳しい解説もつけていただいているんで、こちらもぜひ読んでみてください。